電力需給逼迫に備えるため、明日五年ぶりに関係閣僚会議が開かれます。政府は7月が猛暑となる場合、電力供給の余力を示す予備率が東京、中部、東北の各電力会社の管内で3.1%と過去五年間で最も需給が厳しくなると予測しています。これに備えるため、政府は明日 節電や省エネ対策などを検討する関係閣僚会議を5年ぶりに開きます家庭や企業に対応を呼びかける注意報の新設や違反した企業に罰金を課す電力使用制限令の検討などが盛り込まれ正式に決定する見通しです